とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。では、行きましょう。30分以内を目指していきます。まず最初に剣に追い打ちを入れておきましょう。火力が結構変わりますので、追い打ちは必ずですね。OK。で、今回、意外と矢が余りがちです。なので、矢はどんどん使っていってください。全然余ります。 OK。 はい、ラスト。 OK。 やっぱ追い打ちがねついてるのですごく戦いやすい。 OK。 1回クリア。次行きましょう。ほんとね、矢はね、どんどん使っていって OK です。で、1回報酬で種持っていってください。4回ぐらいまでの敵だったら、ほぼワンパンで倒すことができますので、雑魚だからね。それがすごく、使い勝手がいいです。OK。ここだったら雪ゾンビね。あいつが結構鬱陶しいので、あいつらをうまいこと、これで倒せればいい感じですね。 OK。 よっしゃ。でもう少しでおしまいですね。はい、2回終了。次で、ここ報酬は何もいりません。どんどん行きましょう。今回別にね、そんなに敵も多くないですし、戦いやすいと思います。いくぞ。で、やっぱね、種がねかなり役に立ちます。よし。再使用時間が短いし、それなりのダメージが与えれるのでね。OK。 よし、いく。いけたー、よかったー。よし、こういうとこで本当にね、種が役に立つんだよね。はい、おしまい。3回クリア。次に行きます。ここも何もいりません。行きましょう。はいはい。あ、あぶねえ。エンチャント入れてください。エンチャント。霊気2ですね。ここちょっとね、敵が強いので、霊気を入れておくといい感じになると思います。 OK。 で、矢はたくさんありますので、どんどん使っていきましょう。当たってね。で、ここ最初のね、入り口の近くで敵がバーッと出るだけで、あとは特に大したことないので、まあ、あそこだけ耐えれれば大丈夫かな。はい、4回クリア。次に行きましょう。4回の報酬も何もいりません。で、5回ですね。だからいつもは難しそうな場所ですけども、まあそう大したことはありません。使えるときにうまくよし、種を使っていければ倒せるかな。で、あとクリーパーが急に出てくることあるので、そこだけは注意ですね。クリーパーだけはちょっと注意してください。はい、OK。ナイス。はい、5回クリア。次に行きます。ここ、何もいりません。どんどん行きましょう。で、ここが若干ね、敵がめんどくさいと思います。もう、武器のパワーも弱いし。でも、弓とか、アーティファクト、しっかり使っていけば、全然いけると思います。この種が強いのよね。おお、食らう食らう。 OK、はい、おしまいですね。どっかにクリアで、ここでボーンクラブを取っていきましょう。でボーンクラブにエンチャント、吸血働き蜂追い打ちですね。とりあえず111で OK です。最初に防具のあれ霊気か、あれを最初に入れたいのよね。なので武器はとりあえずあんな感じで OK です。 OK、 はいはいはい。もうね防具がひ弱なんで、まあ今は結構真ん中にね突っ込んでいったんだけども、あまり突っ込まない方がいいかもしれません。よし、7回クリア。次に行きましょう。ここでエリクサーのカバンですね。ヌスットのアーマーもいいんだけども、やっぱりこっちの方が最終的に耐久力も上がっていい感じかなと思うので、俺はこっちを選んでます。傭兵を反逆者に変えます。でエンチャントで霊気を3ですね入れておいてください。行きましょう。ここ特に問題はないと思います。エリクサーのカバンでパワーポーションが出てくれればラッキーですね。めちゃくちゃ強くなる。で結構パワーポーション出てくれるんで、やっぱエリクサーのカバンはすごく優秀。よし、もう出たらほぼ取ったらいいですもんね。ドラと一緒の感じでタワーではめちゃくちゃ役に立ちます。まあもともと役に立ってたんですけどね。ここは何もいりません。でボスプレステ版は右側から倒します。右側の伸びを落としますね。 OK、 はいはいできた。落としてからエンダーマンを行くようにしましょう。エンダーマンから行ってしまうとねちょっとダメージ受けちゃったりするので、必ず伸びから倒すようにしましょう。はい OK、 10回クリア。ここ何もいりません。次地雷を持っていってもいいかもしれないですけども、まあまあな、あーミスった。当たってねえ。地雷はいりません。どうしましょう。はい、おお思いっきり食らってた。ナイスリンゴ。よっしゃ、おおめんどくせえやつ。オッケー、あ思いっきり食らう。よし、はい、おしまいですね。次に行きましょう。でここの報酬でドラ取っていきましょう。ドラとカバンで、4倍ダメージになりますので、パワーポーションだからね、それでかなりダメージは稼いでボスは楽勝になります。で極力、雪ゾンビね、あいつの攻撃はもらわないように、まあもらうときはもらうんよね。まあ極力もらわないようにいきましょう。矢が出てくれた。もう462本、もう全然いいですね。おっしゃ、ちょっと待って、あの風使い鬱陶しくない？ちょっと上にいる。はい、おしまい。12回終了。でここでヘビークロスボウですね。ダメージこれ結構与えることができます。でエンチャントでマルチショット、入れておいてください。一発一発がね結構矢を消費しますので、まあ、マルチショットで結構お得に打っていくといいです。で、特にここなんかは、ヘビークロスボウだけでガシガシいけるんで、もう惜しげもなく使っていってください。の方がサクッとクリアできますので。よし。OK。今回矢はたくさんあるんでね、もうどんどん使ってください。いいね。しかも矢が結構出た。意外と敵多いんだよね、今回とかここ。はい。あと上に1体いておしまいかな。はい、おしまい。13回クリア。もうヘビークロスボウどんどん撃ってください。これかなり強力なので、いい感じです。ここ何もいりません。で、エンチャントで追い打ちを強化ですね。若干ですけどもパワーアップします。 OK で、ここはまあまあ最初から鍵を取りに行ってもいいんですけども、これはちょっと後で取りに行くように最近はしてるかな。めんどくさいんだよね。 OK リーフロープ、雷で意外と倒せたと思う、おそらく。しゃ、めちゃくちゃいい感じでは。12体残ってる、いや残ってないか、あ、残ってた残ってた。おお、結構トライデントで倒してたね。よかったよかった。おしまい。取れなかった。まあいいや。で、ボーンクラブ。新しく変えてください。ボーンクラブですね。で、エンチャントですけども、鋭利と、雷。で、追い打ち。で、いいと思います。追い打ちと鋭利をまずは上げてください。雷はもう最終的でいいです。初見でね、エコーを使ってみたんですけども、ちょっとエコーが、ボスにはいいけど、雑魚戦ではちょっとね、良くないんですよ。特に後半、敵に囲まれることとかがあるので、そこでね、エコーの硬直があると、ちょっとよろしくない。なので、エコーはあまりおすすめしないですかね。よし、終わりかな。はい、15回。終了。何もいりません。行きましょう。で、ここも意外と敵多いので、矢はどんどん使ってください。危ない、食らってる食らってる食らってる。ここ結構嫌なやつ多いんでね。よし、このジオマンサーを早めに倒せればいいです。OK。マルチショットがね、すごい発動して、そこで倒せれば、すごく楽になると思います。はい。ちょっとマルチショットがいまいち発動率が悪かったですね。で、ここで、バジーネストと汚染された種を変えていきます。で、ここにバジーネスト置いて、で、鍵を取りに行きましょう。まあ、少し倒してくれるし、敵がこっちまで来ませんので、ちょっとお得ですね。 OK で、早めに開けちゃいます。で、ここもね、ジオマンサーがいるのよ。このジオマンサーが鬱陶しい。シャー、いい感じじゃない？ OK、はもう出ないっぽいね。うーし、 OK、 いいんじゃないですか。では17回クリアです。何もいりません。で、ここで防具を上げていきます。はい。300社これで完成ですね。これを最後まで着ていきます。はい。で、エンチャント入れていきましょう。弓は別に入れなくていいので、鋭利と追い打ちですね。入れちゃってください。おいおい。蜂もうまいこと使いつつ、おお、固まった、危ね。どんどん行きましょう。途中で出てくる、エンチャンター、あいつを早めに倒せれば、ここは全然余裕だと思います。あのエンチャンターが鬱陶しいのでね。おう、風使い。おいね、お前。パワーポーション出ればね、結構楽になるんですけど、今回パワーポーションは出ておりません。まあ、ドラがあるんで、大丈夫だとは思うんですけどね。終わり。19回終了。次。で、ここで、弓を変えていきます。ハープでもいいんですけども、穢れの方がどうもダメージを入れやすいので、こっちにしてますね。で、エンチャントですけども、クリティカルと虚無ですね。虚無は1で構いません。そんな虚無は使わないですね。で、プレステ版は、敵は右から倒していきます。あ、ミスった。喋るのに。一生懸命になって、完全に忘れてた。OK。OK よ。よし。OK。いいね。で、ドラを当てて、パワーポーションが入った攻撃を当ててあげると、すぐ倒せますね。はい、20回終了。次。ここ何もいりません。どんどん行きましょう。で、バジーネスト設置すると、ちょっと倒してくれるのでお得です。OK。意外とね、出るのよね、敵が。で、それを最初片付けとかないと後々面倒になるんで、最初にできるだけ片付けるようにしましょう。もういいかな、多分もういいはず。いきます。あれ、パワーポーション出ない。ちょっと今回運が悪いですね。パワーポーションがあんまり出てくれません。まあ、だとしても全然余裕か。よし、おしまい。21回クリアです。で、ここ愛のメダルと、8変えていきます。これ変えなくてもいい、変えなくてもいいけども、まあ、個人的にこれ好きなので愛のメダルの方を持っていってます。いや、8の方がね、役に立つ時があるけども、これはもう個人的にこっちが好きです。 OK、いいね。で、影のブリューがいい感じに出てきてますね。影のブリュー使ってあそこの草を借りに行きましょう。 OK、 これで草借りに行きます。 OK、 いいね。これ意外とね、ダメージもらいやすいんで、影があるとやりやすいよね。よし、ここだどうだ、逃げるな逃げるな逃げるな。で、仲間に群がったところを一気に倒す。おしまいかな。はい、22回クリア。どんどんいきます。意外と早くいけそうね。うん、30分は全然切れそうな気がします。ここは何もいりません。いきましょう。でエンチャントですね、入れていきます。とにかく、武器このまま使っていきますので、武器を完成させていきますね。そんなに雷のダメージは、信用できないんですけども、まあ、一応入れてください。あ、そっか、汚れのね、はいはいはい、汚れのダイナモね。よし、終わりかな。はい、これで23回終了。ここも何もいりません。どんどんいきます。当たらない。だいたい止まっていくけど、止まらずによく避けましょう。おっきい、危ない危ない危ない。なんか最近ちょっと当たりそうになったけど大丈夫か。でもうね、武器のパワーが若干足りないのよ。もともとがこれ強いやつなんで、まあ倒してはいけるんだけども、パワーポーションがないとちょっと物足りない。パワーポーション欲しいね。よし、オッケー。でも霊気強い、霊気が強い。いきましょう。意外と雷が発動するよ。この一番強いやつを仲間にしたいね。でもそんなに活躍することはないか。あいつ危ねえ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 。いやいや、あいつは倒しておいてほしかった。意外とタワーガードが役に立たないことでしたね。で、殺戮変えていきます。これものすげえダメージありますんで、ここは殺戮でガシガシいった方が、戦いやすかったですね。でも段数少ないので、それだけちょっと注意してください。はい。で、エンチャントで、テンポと、クリティカル、入れてください。これで OK です。この一撃がかなりでかいので、遠くから、徐々に減らしていくっていう戦略ですね。これで倒していきましょう。これ意外と敵が出る。多分今シーズン一番難しいのは25回かもしれませんね。まあ、どうしても囲まれちゃったっていう時にはここに避難すれば大丈夫なんで。よし、はい、のメダル。もう近接はね、火力がもうないんですよ、あんまり。なので、ここはもう弓でいった方が正解だと思います。しゃあ、OK。もう一人かな。愛のメダル。危ない。あーし、食らってる思いっきり食らった。よし、はい、ということでおしまい。殺戮がすごくいい感じです。ここは何もいりません。よし、じゃあ残りね、もう少しなので頑張っていきましょう。愛のメダル。よし、タワーガード強いんだけどね、あんまり攻撃してくれないっていうのが、するときはするんだけど、槍をプス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 してくれるんですけども、しないとき何にもしないからね、あいつ。よし、パワーポーション出ないか。は出てくれないともうちょっとね、火力不足なんだよな。でも殺戮があるんでワンパンでいけます。危ねえ。あ、これ雲注意ね。雲モには注意してください。いけあんまり働いてくれないな。よし、26回終了で、ここで、パワーシェイカーでもいいんですけども、キノコの方がまあ良かったかなと思います。愛のメダルとキノコ変えてください。出ないな、出ねえな。ここはとにかくエンチャンターとジオマンサー、あいつらをとにかく早く倒すようにしてください。よし、ジオマンサーとねエンチャンターが本当に鬱陶しいので、あいつらだけはちょっと注意。この殺戮のワンパンで倒せるんで、もう OK。 出ないな、本当に出ない。ちょっと運が悪いな、本当に。よし、ここちょっといつもは出るんですけども、パワーポーションが全く出てきてくれない。で、ここでバーストクロスに変えていきます。29回とバーストクロスボウは相性がいいので、弓はこっちの方が良さそうですね。んでここで、ボーンクラブ上げていきます。これでボーンクラブがようやくだいぶ強くなりましたね。もともとが強いからそれですごく使えたんですけども、待って、あ、出ない。でエンチャントを入れてください。毒の雲と長弾ですね。で弱体化1ぐらい入れてていいと思います。でここはもう弓をただただ打つだけ、これで勝てます。長弾で敵に跳ね返っていって、でそこに毒の雲をまき散らすので、すげえダメージが入ります。このステージとの相性がいいですね。これだけで風を避けてれば勝てるっていう、そんな場所ですね。パワーポーションが出ればもっといいんですけど、出ないんだよな、今回は。運が悪い。よし、で29回終了。まあ取ることはないと思うんですけども、一応箱が左側にあるんで、取りたい人は取ってください。何もいりません。 OK、 エンチャポイント4溜まってますけども別にいらないですね。ここは左側から倒していきます。 OK、 よし、はい、終わり。はい、ということで、28分ぐらいですね。まあ、いい感じのタイムだったのではないでしょうか。しだれ最近出るな、いらんけど。あー、輝くいやー、でもハープクロスの方が強い。まあこっちを取っておきましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。